で、ちょっと探しながら歩いてる。あ、どうも、こんばんは。引っ張るね、引っ張るね。ですよ。大丈夫かな。はい、この辺りにも逆さまのものが隠れてます。さあ皆さん、あった。どこにある？どこ？あそこ、あそこにありましたね、1個。もう一つ、もう一つありますよ。あ、違ったよ。どこだっけ、ここ、この、この今視界に入ってるところ、見えるところですよ、今。ほら、あそこ。ちょっと、あとね、あとね、ここになんかあるのかな。こっちは？お店の名前は？アリ。アリ？こっちのお店の名前は？あれ？どっちが本当のお店の名前なんでしょうか？はい、このアリまたはムーには逆さま占い師がいます。彼は逆さまのことしか言いません。その占い師に占ってもらいたい人、2人はいけますかね？じゃあ2人だけ。はい、じゃあみんなでじゃんけんしてください。はい、皆さんいいですか。はい、最初はグーじゃんけんぽい。あいこだ。最初はグーじゃんけんぽい。ちょっと多いですね。じゃあちょっと2人ずつでまずじゃんけんしましょう。はい、2人ずつに分かれてじゃんけんして勝ち抜きです。じゃあやろうか。じゃあ勝った人、はい、勝った人3人、3人いる。はい、じゃあ、あ、どうやりづらい。しかし、これは隅っこ2人ですか。あ、じゃあ隅っこ2人。はい、じゃあこれから占ってもらうので、皆さんよかったら周りで見てください。で、終わったらスタンプをお店の外で押すので、途中でいいなと思った人は出てきてくださいね。ここでスタンプをしますからね。はい、じゃあどうぞ中入って。はい、中入って。はい、見たい方もどんどん中に、奥の方に入ってください。ついてきてください。スタンプもらえる。どうぞどうぞ。知らん。順番子で後ろの人に見せてあげてください。私は逆さま占い師です。私の占いで言うことは全て逆さまです。なので逆さまに解釈してください。よろしいですか。いきなり怒る人、がっかりする人がいるんですけど、ちょっと考えてから怒ったりがっかりしてください。よろしいですか。はい、では1番目のお客様、何か占ってもらいたいことを頭に思い浮かべてください。思い浮かんだかな。思い浮かんだ。浮かんだね。ではその願いが叶うかどうか念じながら、このカードを気が済むまで混ぜてください。気が済んだろ。じゃあこのカードを2つに左手で分けてください。左手で2つに分けて、で好きな方を上に重ねてください。どっちが好きな方を上に重ねてください。はい、じゃあ
君が今上に置いたこのカードが運命のカードです。君の望みが叶うかどうかこのカードに聞いてみましょう。ではオープン。力のカードが出ました。いいですか、私は逆さま占い師です。あなたは自分の心の中に大きな力が湧いてくることを感じることができません。できませんだから。あなたはだんだん力強くなりません。あなたは元気が出てきません。あなたは力強く前へ進むことができません。あなたは自分の中に湧き起こってきた力をうまくコントロールすることがだんだんできるようになりません。だからあなたは夢を叶えることができません。いいですか、決して幸せになんかならないでください。ありがとうございます。ありがとうございます。次の占いの方いらっしゃいますか。いいよ。私は逆さま占い師ですか。大丈夫ですか。私は逆さま占い師です。逆さま占い師です。